はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、手札誘発16枚デッキを作ってきたので、ご紹介していきたいなというふうに思っております。サイフレームというテーマ、皆さんご存知でしょうか。サイフレームガンマがねやっぱ有名で、結構みんな入れてると思うので、まあご存知の方も多いかなと思うんですけれども、まあサイフレームってガンマだけじゃなくて、まあ全効果を無効化できるモンスターがいるんですよ。まずそもそもガンマ以外にも、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、とか、そのなんか記号よくわかんないけど、なんかこの辺のモンスターたちがいっぱいいて、まあ、例えばですね、まあ、ガンマだったらモンスター国を無効にして破壊しますよね。で、ベータだったら攻撃宣言時に相手 のモンスターをぶっ壊してバトルフェーズ終了するっていうクソ最強効果と、あとこの、アルファだったら、相手がモンスターを召喚特殊召喚した時に、アルファ出して、他のサイフレームをサーチするっていう効果、それから、デルタだったら魔法カードを発動を無効にしたがりするって効果、あとね、イプシロンっていうモンスター、もういて、まあ、ちょっと見えないけど、この辺、この関連カードにないけど、なんか知んないけど、トラップカードを無効にするっていう、まあ、今回トラップカードちょっと遅いかなと思って、トラップカードを無効にするっていう効果はちょっと今回入ってないんだけども、まあ、その辺のモンスターたちが、手札誘発として存在していると。で、サイフレームって、まあ、結構その、いつも、出てきて、まあ、自分ターンで使ったらめっちゃ強いけどさ、いつも相手にこのカードを使って出てきて除外されちゃうシーンが結構多いと思うんですよ。で、今回はこのモンスターたちを使って何をしていくか。これサイクレームってね、出てきたターンにシンクロできるカードがあるんですよ。それがこのサイクレームサーキットっていうフィールドの方ですね。これサイクレームモンスターが出てきた時に、サイクレームモンスターのみを素材としてシンクロ召喚するよっていう効果があるんですね。このフィールド魔法を貼っておくと、相手ターンに相手のカードを妨害して破壊しながらシンクロができるんですよ。これが強いです、非常に。これがコンボですね、サイクレームの、まあ、有名な。でこのサイクレームサーキットを、まあ、貼るためのカードを、まあテラフォーミングとかメタバースとか、あと終焉の地も入ってるんですけども、まあ、この辺で、フェード魔法を貼って、まあ、ちょっと終焉の地若干遅いですけどね、まあ、しょうがないですね。テラフォーミングとかリミット1だし、メタバースも リミット1なんで、あんま、フィールド魔法を張るカードないから、相手ターンに。なので、まあ、ちょっとこれはもう、なんか弱いけど入れらざるを得ないみたいな感じ。サイクレームサーキットを張っておいて、無効化、相手のカードを無効化しながら、こいつらを出すっていうことが重要なんですよ。こいつら出しただけでは勝てないんで、基本的には。相手のカードと自分のカードを、交換してるみたいな感じのだけなんで。なので、強く使うんだったら、これが必要。でですね、まあ、今回は、まあ、それだけじゃなくて、結局2枚コンボなんですよ、サイフレームって。まあ、手札ガスを握っていることプラスサイフレームサーキットが発動されているという状態、これがないとちょっと弱いので、まあ、そういう手札にならないこともあるわけです、基本的に。そういう時に何をするか、今回はですね、このクロックワイバーンとサイバースガジェットっていう、手札誘発のうららを踏まずに、モンスターを2体並べていける、まあ、そういうテーマを使ってまして、これで、まあ、もちろんサイフレームラムダも出します。これはサイフレームモンスターのリンクモンスターで、こいつがいる状態だと、サイフレームギアモンスターはね、モンスターがいても、使えるようになるんですよ。これはちなみに、ユウのセスター、デメリット。サイフレームモンスターのデメリットっていうのは、フィールドにモンスターが存在してない場合にしか発動できないっていう効果なんだけど、ラムダがいるとそれを無視できるんですよ。モンスターがいても使えるっていう効果になるんで、これ結構強いっていうのと、あと結局ね、モンスターが2体並ぶっていうことはですよ、もちろんラムダを出すこともできますけども、このアナコンダを出すこともできるってことなんですよ。だからやっぱりね、サイクレームだけではやっぱり そこまでやっぱその2枚コンボだから安定しないけど、こいつを入れることによってある程度パワーが上がるデッキのということで、まあ、今回はこの、フュージョンデスに打てるカードをまあガン詰めして、まあ、手札誘発があれば、手札誘発とその、サイフレームサーキットがあればラムダを出すし、なかったら、フュージョンデスにするっていう構築にしてきました。はい。なかなかに強いです。で、ポップイヤー飛行隊は、レベル8のシンクロをした後にね、ポップイヤーからのバロネスっていうのができるんで、入ってたりとか、あと、まあ、サイフレームサーキットがない場合でも、この、ドライバーと一緒に8シンクロができるんで、まあ、この辺の、まあ、コンボは結構強いなと思って入れていますっていう感じですね。はい。早速ね、この手札誘発16枚でやっていきましょう。まあ、ほぼほぼ手札誘発はね、2枚くらい手札にあるんで、なかなか強力です。デュエル。スタンバイ。なるほど、龍一。これは、一応、アルファあるんで、まあ、これはラムダルと言ってもいいですね、一応。
まあポップエアもあるんで、ここラムダ行きますか。まずとりあえず、サイバーストークモンスター行ったで進行しようか。リンクディサイプルで、サイバーストークモンスター行ったでリンク召喚、リンクディボーリー。一応ねこれで、あれですから、アナコンダも行きますからでディサイプル効果1枚ドローして、ここでねサーキット引いてくれるとね嬉しいんだよ。お前死ね、お前マジで死ね。まあ、でも一応ディバイン以外か。お前さめちゃくちゃ来るからねドライバーさすがに、あれだよ、代行車使ってると神聖なる球体めっちゃ手札に吸い付いてくれるよと一緒で、リンクリボーしていく。一応ねここでアナコンダっていうのも言えるんですけども、まあここは一旦、まあ手がいはずあるしな、これラムダですね。アルファがあるんで、まあ一応ラムダ出して、で相手ターンにアルファ出してシンクロ召喚はできないが、このサイクレームオーバーロードと、まあポップや飛行隊で頑張る動きしますか。でこれ一番セットして、もう一体増やすとね、ちなみにあれなんですけどね、アナコンダもできるんですけどね、はい、割とそれは強いです。普通にラムダアナコンダっていう、ラムダアナコンダからの、デスフェニとなんか手応えがめっちゃ握ってみたいな。あーなるほど、追放は強いし、打天使デスペアとかですかね多分。打天使めっちゃむずいんですよね。僕デュエルリンクスっていうゲームでは打天使使ったことあるんですけど、むずこのデッキプレイングむずすぎて、なんか墓地のカードとフィールドのカードとなんかデッキの中のカードめっちゃいじるからさ、苦手意識すごい強いです。はい、闇の夜が降っていく。いいね、めちゃくちゃドローしてんじゃないか、やばいじゃないか、やばいぞ。そんな6枚も手札交換されたら、うわーなんか強引にアルベル気に入ってる、やばすぎ。でアルファ特集、まあさすがにこれ魔法カードかな。じゃあ魔法カード無効か、まあガンマか、安定取るんだったらなんか脳死でガンマ持ってくのが一番強いんだな基本的に多分これ。まあ一応デルタっていう選択肢もあるんですけど、アルベルなんで、まあさすがにこれこうですね。でポップイヤーがあるんで割とね、シンクロはできます多分。まあちょっと一回ドライバーどっか行っちゃうかもしれないけど、1枚はまあデスペアこれ止めるんだったらデルタでよかったですけどね。でポップイヤー飛行隊で、こいつと一緒にシンクロ召喚して、でまあ一回あれか、サベージかな、さすがに。ちょ、カウンター1サベージ弱いんですけど、まあ、ちょ、向こうにできないと、ちょっと、相手始まんないんで、これ。これか、もう一回こうやってやって、で、サベージ、パッてやって、で、サベージ効果、リンク1装備するの弱いんですけどね、これね、250ポイントの打点をアップしていく。弱っ。まあ、弱い。で、サイクレームオーバーロードで、このアルファをコストにして、楽園劇場デスペアを除外しちゃいましょう。効果発動でいいですね。効果発動に支援すればいい。さあどうする、ラクイン劇場デスピアの効果で転移速を3体ね融合すると、確かにあれは相性いいんですけどね。なんかルシフェルの融合体みたいになってるから、まあそんなことは関係ねえ。アルファを除外しててめえの劇場は裏側で除外させてもらう。ほらよ、おれ、よし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 、絶対に再利用はさせない。そしてサイクレームカードが除外された場合、サイクレームロードラムダの効果、エンドフェーズでデッキからサイクレームカードを手札に加える。よし止まった、これは止まったぞ、いいぞ。これはさすがにじゃあサーキットなんじゃねえの。まあ、サーキット持ってきましょう。サーキット持ってきて、でディバインガイめっちゃ来るやんお前お前さお前めっちゃ来るやんけ、ふざけんなマジで。どうしようかな、アナコンダ出せねえのか、めんどいな。このディバインガイを召喚してしまうときついもんな、これ通常召喚できないんですよねサイフレームって。でこれもしかしてあれですか、サベージ巻き込んでアナコンダするやつですかこれありえるな、全然ありえる。ちょっと一回バトルしてから考えましょう。でこれぶん殴っていく、はい、でなんかあるね、セカードかな、
使ってもいいですけど使わない。なるほど。でアルベルズぶん殴られてどっか行く。でリンクリボーの300ポイントの大ダメージで、ラムダの1700ポイントの大ダメージ、はい、これも大ダメージ入る。でサイクレームオーバーロードの効果でとりあえずこのドライバーを除外してそのカードを除外したいんだよ。なんかある？今発動するしかないんじゃない？はい、ってこの打天使。なるほど。はい、ってこの打天使はフィールドカードを選んで破壊。じゃあ1回バレルロードサベージで無効にする。でこれでも効果使って使い切ったからもう全然ありますね。アナコンダ、これサベージリンクリボードアナコンダじゃないですか、これさすがに、まあ、イン2ですね。で効果モンスター2体でリンク召喚せざるを得ない。こことここでリンク召喚、ユキアナコンダ、サベージ使ってアナコンダあんまないですけどねあんまやったことないけど、これはこっちの方が強い、さすがに。でベルテアナコンダ効果と、ベルテアナコンダの効果によってフュージョンデスティニーをデッキから墓地に送り、この効果をコピーする。俺はデスティニーヒーローディバインガイとダッシュガイをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れよ、デストロイフレームガイ、最強だ、なんて強いんだ。これでエンド、よし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 、いいぞ、俺はいいぞ。でガンマ握っている、ガンマ握ってるし、ガンマコストにサイクレームオーバーロードも打てるから2妨害用意できてる。まあ3妨害かこれ、デストロフェニックスもあるから。なるほど、除外はいいぞ。まあそこまでは気をしてやろう。まあその効果を無効にする効果ないですからね。今現状なんか無効にできるのはモンスター効果だけですね。であとはあの破壊と除外があるだけなんで、あ、アルベル君来たじゃん、やったね、ええやんけ。あーでも階段なんだ、なるほど、階段なんですね。で階段効果使って、えでもモンスター効果だったらあれですからね、あのガンマで止められますからね。しかもなんかサイクレームサーキットもあるんで今やばいですよ結構これ僕。でスペルビア発動ですか、いやいやいや全然無理だけど、全然無理全然無理。サイクレームギアガンマの効果発動、ガンマの効果によって相手の発動したモンスター効果を無効にし、その効果を破壊する、そのモンスターを破壊する、そしてガンマ自身を特殊召喚し、ドライバーも特殊召喚できる、墓地より蘇るサイクレームドライバー、バリ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 バゴーン。そして、サイクレームサーキットの効果、サイクレームが特殊召喚に成功した場合フィールドのサイクレームモンスターを備えとし新規の召喚を行う。俺はレベル6のドライバーにレベル2のガンマをチューニング、新規の召喚レベル8サイクレームロードオメガ効果発動。オメガの効果によりこのカードをゲームから除外し相手の手札は1枚をゲームから除外していく。ディバインガイ相手も引いてる、みんな全員みんなディバイン引いてる、全デュエリストディバイン引いてる。メインフェンス終了前、何いいだろう、よーしよーし強いぜ。デッキから手札に加えるのは何でもいいが、もう一回ガンマーにしときゃいいんじゃねえか。これはガンマ強え、脳死ガンマサーチ強え。まあこれはデストロイフェニックスは死んでいくが、デストロイフェニックスの効果を発動、一応墓穴ケアするならでしたね、出てたでしたねこれね今気づいた、クロックワイバーン、デルタは全然あったな今の、結構デルタあったな墓穴ケア。なるほど、ちょっとなんかプレイング今のはデルタなんかサーチがなんか正解な気がする。クロックワイバーンいいや。でスタンバイフェイズ、デストロイフェニックス戻ってくる、あー間違えた、オメガ戻ってくる、でデストロイフェニックス戻ってくる、はい、オッケー4550、あとはもう殴ったら勝ちですね。よっしゃいけお前ら、ダイレクトアタックだー。うわー、なんか盤面すごい、なんか色味が青茶色紫白黒いのあれば全員集合でしたねあのだっけ、あの創生神ソフィアみたいなやつ出せそう。対戦ありがとうございました。あーなるほど、誘発増字だけか、サイクレームないとあんまりラマダを出す意味もあんまりないんですよねこれ、まあ、ちょっと一回ちょっとドローしての考えるか。サイバースガジェット召喚で1体でリンクディボーディ、これあのディボじゃないディサイプル、これあれなんですよね、ドローン見てから考えられるんで意外と強いし、あと引いたディバインガイをデッキで戻せるの結構強くて
シナジーが結構噛んでるというね、ピコムリッキーに対して。で、一体でリンク召喚、ディボーティーで、あのこのディサイブルの効果で、ディボーティーをリリースして、で、まあ、とりあえず引いてから考えるという、1枚ドローして1枚戻すっていう効果なんですけど、ここでサイクレームが来るんだったら来ないですね。なるほど、まあ、来ないんだったら、まあ、でも手札が2枚来たんで、これ強い、普通に普通に強い。でリンクディボーティー効果で、こうするでしょ、でこうするでしょ、でここはもう効果モンスター2体です。だからサイクレームロード、サイクレームサーキットを張ったところでサイクレームがないんで、あんまり意味ないんですよ。サイクレームサーキットはサイクレーム手札誘発があって場に出てきて初めて有効に働くので、これは完全にこうこういう時はこう。そして、アナコンダ効果発動。アナコンダの効果によって2000ライフポイントを支払い、フュージョンデスティニーを墓地に送り、フュージョンデスティニーの効果をコピー、そしてこの効果に支援し、リンクリボーの効果を発動。リンクリボーの効果によってトークンをリリース、自身を特殊召喚。よし、 OK。 これによってリンクリボーが出てきてから、フュージョンデスティニーの効果を適用される。俺は今デッキ戻したディバインガイト、ダッシュガイで融合召喚、現れよ。サイクレームデストロイフェニックスギアガイ。よし、 OK。 でこれフレーム発動する意味もあんまねえな。あ、でも一応あ、ないねえわ、ラムダ、ラムダねえわ、ラムダねえから意味ねえわ。あと増字でひどい意味がない。一応うらら増字あるんで、まあ割と強いですね。これ3妨害です、普通に。まあ、妨害っていうか、まあ、増人妨害ではねえけど、アシュナ、はい、いいでしょう。アシュナ効果、手札から出てくる効果に転し、増殖する G の効果を発動。まあ、一応ガンマをケアするんだったら出てきてから増人打つっていう話はありますけども、まあガンマそんなに採用されてないと思うんだよね、このデッキじゃなければ。相手が弱っ、ドロー。ニビレの方が多い気がする。なんかガンマそこまで多くない気がするんですよね。どうでしょう、意外と。あ、ガンマ来たわ。まあ、ガンマ来てあんま意味ないね、打てないから。破壊した方がいいかな、これまだいいか。で、まあここぐらいは打つ必要もないよな。いやー、でももう打つことねえか。流走権限とかなかったらないか。もうトークン生成する方がじゃん、あいつらな。あんまり関係ないからちょっと打つわ。もう双剣はなんか結構あれなんですよね、バケヤと赤章の効果で隠されて、なんか赤章の効果に結局ウラ打てないからあんま意味なくて、結局ここ止めちゃった方が一番強いんじゃないかという話はある。でセット、はい、あ、なんか事故ったか。メインフェーズ終了前、弱くね、事故ってんな。そのハンドなんだ、じゃあなんだそのハンド。召喚剣使ったっけ、使ってないっけ、相手ちょわかんねえな。まあいいや。でとりあえずデストロフェニックスがいと相手の伏せ割る、はい、破壊する暗転だった。で、デストロフェニックスが効果発動、デストロフェニックスがいの効果通り、 OK。 デストロイの効果なんか間違えてさ、あの押しちゃったことある、あの何、キャンセルしちゃったこと結構あるんですよね俺。なりません、なんかスタンバイフェーズに蘇生する効果をさ、なんかキャンセルしちゃってさ、右クリックでわーってなることありません。これ俺だけかな。デストロイフェニックスがい特殊、なんかスタンバイで出てこなくて、デストロイか、あれなんでってなったら、その前のターンであの蘇生する効果使ってないっていう、これあるあるっすね。あるあるか。あるあるなのか。トークン出すでしょ。で、まあ一応ラムダ出しましょうか。アナコンダいらないんで、アナコンダとリンクリボーでいいか。アナコンダリンクリーからのラムダ、オッケーで、発動リンクリー蘇生できるのか。なるほど、まあ、これはバトルフェーズでいいか。これ殴ってから考えるか、一旦リンクリーも慣れるしな。で、ここぶん殴って天衛がどっか行く、どっか行く、どっか行く、はい、で2、5もぶん殴る。で305ドキいいか、別に。いや、リンクリボは一応盤面開けとかないとあれか。これ邪魔だな、トークン。
トークン邪魔ですね。だからデストレフェニックスコストしましょう。これデストレフェニックスでこのトークン叩き割って、で相手のカード割って、で盤面開けましょう。そうすればあのガンマとね、あの効果が、まあ、結構有効に使えるんじゃないかなと思う。ガンマと増殖数字の効果が有効に使えるんじゃないかと思うんで、さあ動けますかと、まあ、ラムダ君の効果でね、アシュナ、はい、オーケーです。アシュナ君の効果使います。アシュナ君の効果でとりあえず増殖する字打ちます。でカードドローしますの効果通りますかと。通りそう。 OK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  でアシュナ出てくる。 OK1 枚ドロー。 OK よし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 。こういうね、このね、これがめっちゃ強いんだよ。これ割っとくか、割っとくか、割っとく説ある。でも出てきたからでいいか、出てきたからでいいや。いいか、リング召喚で、これまた構造出てくる。構造ね、はい、 OK、 構造 OK、 OK、 そろそろ割っときますか。で小僧出てきて、でこのコストにトークン使って、このいらないトークンと手の喧騒をぶっ壊す。よしよしよし、いいぞ。さあ、おう、バイヤ君豪華発動しちゃった。あれあれれ、サイグレームギアガンマの効果発動。ガンマの効果により相手の発動したモンスターの効果を無効にし破壊する。サイグレームギアガンマを特殊召喚、ドライバーを特殊召喚、そして、タイヤが破壊されて、そしてサイフレームモンスターが特殊召喚に成功した場合、サイフレームサーキットの効果を、これはまあサベージありますね。サベージもあるし、ガンマも、あ、ガンマじゃオメガもありますね。これ何でもいいですね。選べますね、これ贅沢な悩みだな。サベージするか。大式竜よ、その獰猛なる牙を銃弾に変え撃ち抜け、シックの召喚現れよ、バレンロードサベージドラゴン。効果そう、このモンスターの効果により墓地のリンクモンスターをこのカードに装備し、打点を250ポイントアップよーし、うわーつえー、サイクレーム最強だ。出す必要はあんまりない、これは意味がない。行こう、このままバトルフェーズ入ったらもう3000枚が削れる。行くぜ、バトルフェーズだ。一気サベージでダイレクトアタック、行け、サイクレームロードラムダでダイレクトアタック。いや、デクタ誘発めっちゃ多いから結構なんか回るとめっちゃ強い、このデッキ。あ、これは割といいハンドでございますな。これはいいハンドでございますな。これランブダのムーブですな、これな。クロックワイバーン召喚、クロックワイバーンの効果発動。クロックワイバーンの効果によってトークンを生み出す。これがね、結構簡単にアナコンダにつながるということで割と強いという話があるんですが、クロックワイバーン一体でリンク召喚して、リンクでサイボーで、このね、引いてしまったね、ダッシュガイとか戻せるのめちゃくちゃ優秀なんですよ、このギミック。なんか噛み合いまくってる、マジで。まあ、あのダッシュガイを戻したらドライバー来るっていうのめっちゃありますけどねせっかくさ、せっかくこれワンドローしてさ、あ、まあまあまあ悪くないこれは。これだったらまあいいや、ダッシュガイ戻せるから。まあ次の後続にもなりますしね。まあ一応クロックエマは打点も高いですし、でリンクディボーディの効果でトークンが出てくる。これで1枚戻せるから、あのめっちゃ強いかと思いきや、実はデッキの中にゴミ結構入ってるから、ダッシュとかディバイン戻してドライバー来るってのはすごいやりますね。すごいやる、ある。サイクレーム使い、うわーそれあるなーってなると思うんだよね、多分。わかるなーって言ってると思う、多分今まあこれメタバースもあるんで、これ強いじゃん、普通に普通に強いよこれ。でこうしてね、こうして、はい、こうしてで、メタバースセットして、まあ、これ妨害ないように見えるんですよね、パッと見相手には。でも今妨害、2妨害ありますかね、一応。この2妨害っていうかアルファ、まあ2妨害か、アルファからのサーチとサーチングと、あとそれからこのアルファから持ってきた、なんかそのガンマでの妨害、まあ、ガンマがデルタか知らんけど、まあ、デルタもあのガンマもあるから、まあ一応魔法カード止められて
まあ、毛沢国止められてっていう岩戸岩戸まずいギミック死んだかもしれんこいつは場にいるとスプリットモンスター以外のモンスターの効果を発動できねえ俺以下あるかその結界なにやばいいやでも大丈夫だあいつは戻るはずだエンドフェイズにいやこのターンはもう受けて立とうこれリンクリボードの効果も発動できないやばいなえ何これサイコブレイドやばいまずいバケモンみてえな岩と爆弾しやがるバケモンできたやばいそれはそれはやばいちょリンクリボーさん逃げてリンクリボーさん逃げてください逃げらんないんですよねこれあのモンスター効果が発動できないっていういやでも大丈夫だエンドフェイズに戻るあいつはスピリットやからちょ頼むマジでちょ本当やめてくれちょなんか戻んないようにするの本当やめてそれでエンドしてで戻ってお願いしますだからもうあとあれだな岩塔が出されないようにケアしていくしかないクロックアイバーンでどうしてもいいんだこれどういう風にしたら山の岩戸効果発動するあほっけ戻りそうか終わったー終わったー終わったー抜けねえあのモンスターも一生このデッキではね、この時からあのモンスターをもう多分一生抜くことはできません化けもんやんこの時